それではただいまより1月2回目の市長定例会見を始めさせていただきます。市長よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私からお話を申し上げたい案件は1件です。能登半島地震被災地への神戸市としてのこの支援の状況と今後の方針につきまして、ご説明申し上げたいと思います。対抗支援ということでですね、神戸市は珠洲市に対して支援を行ってきております。リエゾンと言われている情報連絡員をこれまで8名、それから避難所運営支援22名など、それから避難所のごみ、生活ごみの収集運搬は32名などですね、これは関係機関との調整の下でこういう職員の派遣を行い、その一方で神戸市独自の支援といたしまして、これは珠洲市長とからの要請、あるいはこの神戸市としてこういうことをやったらいいんではないかという提案をし、市長の了承のもとに独自の支援も行っております。避難所の健康管理、保健師の職員6名、それから道路の復旧支援として8名、それから広報支援業務ですよね。市民の皆さんにこの被災の状況とか避難所の状況とか、あるいは珠洲市として行っているこの対応などをできるだけ正確かつ分かりやすく説明をする広報業務というのは大変重要で、これは神戸市も阪神・淡路の大震災の時に大変苦労して行ってきた分野ですが、この広報支援業務として4名を派遣をしております。で、実はですね、広報とは別にこの珠洲市民の皆さんに例えばこれから罹災証明の発行などが行われるわけですけれども、この罹災証明の発行についてはこういうところで、こういうふうに行っているので、手続きをしてくださいというお知らせをする業務、広聴業務ですね。この広聴業務についてもこれも今日でしたかね、出発する予定にしておりましたけれども、大雪でこれが延期になっているということです。これも大雪が一段落しましたら交通分野についても支援をしていきたいというふうに考えております。で、珠洲市以外の分野ですけれども、各被災市長、緊急消防援助隊、これまで159名の職員が検査されております。で、穴水町については応急給水、水道施設、これから復旧支援に入っていきますが、あと下水道の調査などですね、あとは石川県の災害対策本部にも関西広域連合のリエゾン連絡員として4名が派遣されている。それから輪島市、これは門前町ですね、門前町非常に大きな被害を受けておりますが、これは厚生労働省からの要請で保健師などの職員が健康支援に入っていると。こういう形で珠洲市以外の職員、市長にも職員が派遣をされております。1月24日現在、珠洲市を含む被災市長にこれまで神戸市としては332名の職員を派遣をしております。今後もこういう職員の派遣を続けることになります。関係機関との調整、それから神戸市独自の判断による職員の派遣を続けていきたいと今考えております。もう一つですね、神戸市は29年前の阪神・淡路大震災で中核的役割を担った職員がこの退職をして、しかしまだまだこの被災地の支援をしたいと、そういう思いを持っている皆さんがおられます。そういうような方々にこの支援に参加していただけないかということを考えましょうということを、1月の7日の被災地支援本部でも決定をいたしました。で、早速危機管理室が中心になりまして、この退職された方々と
打ち合わせをして、これから支援に乗り出していくということになりました。神戸市の退職された職員の方々がのですね、中で、退職退自分は退職したけれども、この被災地に対して支援を行ってもいいという意思を持っておられる OB の方々は大体3000人ぐらい いらっしゃるのではないかと考えておりますが、その中でも特に中核的な役割を果たそうというふうにな方々が、神戸市防災技術者の会 KTEC という組織 を作っています。この KTEC に登録をされている方はですね、土木設備建築保健師あるいは事務職員もいますけれども、これらの分野の OB の方々が151名会員になっておられます。で、この KTEC の方々がの方々がこれからこの息の長い支援をしていただこうというような方向でこの意見がまとまっておりまして、まずですね、先遣隊といたしまして、先遣調査グループですね、先遣調査グループを派遣をするということになりました。退職者6名、それから現役の職員2名チームを組んで、これから出発をしていくということになります。1月の30日に出発をいたしまして、とりあえず2月3日この調査を行い、その調査結果に基づいてこの KTEC の皆さんを中心とした OB の皆さんの派遣を予定をしているところです。先遣隊はこの前の被災者支援本部にも出席をしていただきました前消防局長の鍵本敦さんが調整役となって、先遣隊のとしての調査を行って、いただきます。で、この OB の皆さんなんですけれども、やはり完全にもう OB としての活動をしていただくわけですけれども、円滑な活動をしていただく上ではですね、やはり神戸市の職員としての身分があった方がいいということで、神戸市としての身分を付与した上で活動に従事をしていただくということを予定をしております。1月の29日には第2回の本部員会議の開催を予定をしております。第1回目の会議での方針に基づきまして、その後の現地の状況の情報を共有をすると、そして今後の支援の方針などを、この本部員会議で決定をし、継続的な支援につなげていきたいと考えております。私からはとりあえず以上です。